ホイットマンによって描かれた旅行場と、チャールズ・オーティス・ホイットマンは、アメリカ合衆国の動物学者。親とい外国人教師として来日、日本の近代動物学の発展に貢献。ボーディン大学を卒業後、ルイ・アガシーの指導を受け動物学を学び、さらに1875年から1878年に、ドイツに留学し、ルドルフ・ロイ・カルトの指導を受けた。 東京帝国大学動物学科の初代教授エドワード・エスモースの推薦でその公認として来日1879年から1881年まで東京大学教授に着任する。佐々木忠次郎、岩川智太郎、飯島伊佐夫、石川千代松ら4人の初期の近代動物学者を育てた。チャールズ・オーティス・ホイットマンアメリカに帰国後、1882年。 ハーバード大学、比較動物学博物館、助手、1886年ミルウォーキーリンコ実験所、所長、1888年には、ウッズホール海洋生物学研究所を設立し、1908年までの11年間初代所長を務める。1889年には、クラーク大学教授、1892年には、シカゴ大学教授を兼任している。 動物学上の業績としては、昼の初期発生についていった、細胞系統の研究、自然選択説を突然変異説や抵抗進化説などにいかに調和させるかという研究、鳩などの行動から本能と知能の起源を解明しようという研究がある。ありがとうございます。